皆さんゲームしてもう4時間ぐらい経つんじゃない？今5分前からやり始めた。おばあちゃん寝とったでしょ？寝てた、マジさっきまで。久しぶりに寝たんだけど、あそこまで寝たね。なんかさ、わかんないけど起きたらめっちゃ喉痛かった。え、なんで？風？ちょっとスムージー飲もう。スムージー？スムージープロテイン。え、プロテインがあのヨーグルトがいい。いいんだよ、プロテインがうめんだよ。やだ。我が家のプロテインを紹介します。あ、違う、スムージーだ。ヨーグルト、いちご、ぶどうにこのプロテイン、メロン味、まあ、これでね、最高に美味しいからね。もう準備できてるんで。何作って？うん、いや、俺が作るよ。ほんとちょっと作るよ。ここぐらい。あ、じゃあできた？洗ってきてね。あ、このちびちゃんも欲しいな。これでいいや。あれも分したい。子供かい。あ、ちょうどいい。ちょうどいいね。ベリーな色。あ、いいじゃん。お、ちょうどいいやない。じゃ、勇気そのまま俺使っちゃうわ。うん、うまい。うんめ、やっぱヨーグルトがいいね。ヨーグルトすげえよな。すげえ、次の日さ、うん、あれをスッって出てくる。変えない。うん、俺さ、ヨーグルトさ飲んでからさ、1日3回さ便が出るようになったんだけど。これ本当に盛ったとかじゃなくて、マジでマジ出てんの。うん、だって俺お風呂入る前に俺絶対トイレ行くじゃん。 I like ベンちゃん。自分で言ったのに、なんかさ、何、なんかさ、俺がルール破り始めた。なんか、あらって。じゃあ浄水に戻すわ。チャッシュ。何チャッシュ。最近あのサンクチュアリって、あの相撲のさ、ドラマ見てるじゃん。アワーで、うん、あれがもうハマりすぎてさ。うまくね。うまっ。口はうめえだろ。クシックメロンみたいでしょ。あ、そうとしてよ、こんな人。いやいやいや、多いから足していいよ。だからあの、メロンのね、ポテンシャルが高いのよ。最近ジム行ってるんですか？行ってます。うん、ちゃんと、うん、趣味化を心がけてます。家ではね、ヨガめっちゃやってるよね。うん、あと今日してね。それ、どこに聞いてる？あ、よかった。上がったらね。ここに聞いてる。あ、今日筋肉痛ここ。ゴロゴロ。ちょっと待って、さっきまで寝てたからさ。声がゴロった。え、今俺声おかしい？大丈夫？ちょっとガラってる。ちょっとイケメンみたいな声になってる。何？ちょっとさ、俺この声でさ、話そうかな。やめて、どう？むずがゆい。え、むずがゆくなる？嫌だかな。あ、上手。でね、足ね、ふわーんってさせてる。うん、あ、いいよいいよ。ここに集中させてるってことね。全集中。リナの呼吸。便秘。やめて、便秘じゃない。便秘の呼吸。これジムでこうやって寝とくのいいよ。え、俺さ、なんかふとさ、こう、リナさんどこかなって見たときにさ、こうやって寝てたんだもん、マットの上で。それ目立ってたからね、一人で。寝てない。あ、寝てない。休憩しとる。あ、よかった。リナももずもっと欲しいよ。ハムスターでもいいね。ずっと動物飼いたいって言ってるもん。うん、いっぱい可愛いだろ。あ、リナさん、これ食べようぜ。なに？これ。あら、リナそれ、ひそかにちょびちょび食べてる。え？マジで？いや、コタちゃんもなんか減ってたから食べてるのかと思った。いや、俺一個も食べてないよ。あ、私か。そう、自分で食べてて記憶損失するだけでしょ。やばい、それ。これ、あの、北海道で行った時にね、お酒ボンボン。ボンボン。リアさんね、響きが好きで買ったんだよね。ボンボンっていうのがね。ボンボン。だって珍しいじゃない。ね、あ、めっちゃ減ってる。ポタちゃん食べたね。いや、俺食べてないって。あれでしょ。うん、俺だって3つしか食べてないよ。あの初日の。あ、3つ食べた？うん。これ北海道で有名なの。うん。あの、花柄のこれね。あ、やばい。これ。これ何？ウイスキーや。これ何？これちゃんと書いたんで。ウイスキーというものはないです。ブランデー。
ブランデーだこれ。ハスカップ。あ、うめえ。消毒の味。え、今度さ、リナさんがさ、あの運転してみた動画撮りたいよね。ダメダメ、リナちゃんとあの教習所に行って、ちゃんと乗る前は、あの練習したい。本格的乗るとき。いやもうペーパーで乗り切らん、怖い。ぶち当てる。たまるんだから。かわいい。こういうのさ、捨てられない人はさ、もうあの実家とかさ、おばあちゃん家みたいなさ、こう物に溢れたような感じになっちゃうから。見て、落ち着いてよ、ほら片付けたから。だってかわいいんだもん。こんばんは。何ですか。8時か。今日納豆しかないよ。いやね、なんか嫌な予感してたのよ。納豆キムチご飯。ちょっと皆さん見てください。明日買い物行くけど。いやもう食料なすぎ。いやもうこれ本当にさ、やばいよこれ。知ってるたい。納豆じゃなくて、納豆じゃねえ、あんこ。白玉明日作るたい。おい、生きてるよ、元気に。え、大丈夫、元気にって何。嘘、大丈夫。ちょっと食べてみて。え、ちょっと手で食べたらちょっとダメね。うん、あんこ大丈夫。ね、こう作らない日もある。そう、これが日常だ。日常について語っておりますけど。バン、びっくりするね、これ。みんなびっくりするよね。冷たい。ゆで卵です。本当は冷たい。気持ちいい。これちょっと、ああ寒い。なんでさ、卵のおもちゃがそこに入ってるの。いいじゃん、かわいいから置いてんの。いいじゃん、かわいいじゃん。いや、これ間違えるわ、普通に。耳かきだ。あー、気持ちいい。へぇ、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 へぇ。眠くなった。うどんこねてんの。ちょっとお待ち。もうお風呂入るのもだるくなってきてるんでしょ。あの体洗いマシンが欲しい。あー、足しど。さっぱりした。さっぱりしたね。お肌のケアはね、重要だからね。それはもうね、シミがやばい。マジでね、美容にね、気を使い始めてるからね。いつも以上に保湿大事よ。なんかアロエ塗ってるみたい。これめっちゃアロエザーンっていく、ね、気持ちいいよ。ベタベタっていう感じじゃない。うん、結構寝れんじゃない。なんで今日動いたから。うん、今日結構頭も使ったよね。ずっとね、仕事してたもんね。うん、これは何ですか。なんてやつですか。ナノア。ナノアちゃんね。ナノアちゃん、おしゃれなね。かわいいでしょ、うん、スポイト。スポイト式俺初めて見たかも。そう、かわいいよ、これチュポチュポって。この美容液ね、ヒト幹細胞エキスが入ってるから肌のコンディションが良くなってるって感じるのよ。ほら見て、こんな感じでもちもち。美容皮膚科医の山下真理子さんが共同開発してて、ネットでもね、すごい売れてレビューもいいのよ。今の美容液が合わないとか、お肌に悩んでる人は、ぜひ試してみてほしい。ナマステ。それさ、マジで毎回思うんだけどさ、頭皮カビるよ。カビちゃん。早くさ、ドライヤーしないと。するもん、カビ人間。リナさんだってそれでさ、1時間ぐらい放置するときあるじゃん。髪はね、蒸れるぞ。髪をね、うん、乾かすのが一番めんどくさい。ね、草ちゃん30秒でしょ。うん、カビるぞ。このさ、うん、なんだっけ、エアリズムだっけこれ。お、エアリズム。そう、これさ、もう4年ぐらい着てんだよね。もうベロンベロンのボロボロ。これ後ろさ、穴開いてるしさ、でもさ。じゃあこのさ、こう古くてこう体に馴染んだ生地が好きなのよ、めっちゃ。それが一番着やすいよね。そう。あ、猫が襲われてる。あ、鳥だ。
マシ。ダメダメダメ。かわいい。あ、びっくりしてかわいそう。あ、やめてって言ってる。なんなの。ピシの子。もう怒ったね。怒ったよね、リアさんね。こう見えて怒ってるもんね、全力でね。推しの子がなかったね。よし。きれいに。いつものやって。やーろ。よし。よし、完成した。リアさん、これが好きだよね。うん。朝こうやってするんだで。じゃあリアさん、おやすみなさい。おやすみ。夢閉じて。寝た。